はい、今回はですね、前回の続きの動画になるんですけれども、まあ、実調映像だけだと、まあ、ちょっと物足りないところもあると思うので、補足をねちょっと入れながら進めていきたいと思います。まず前編ではね、マキエサジグですね、まあ、これを使って、まあ、これに誤解をつけてねキスとかハゼとか、まあ、結構釣れたんですけれども、まあ、夕方になってきたんですけれども、そうなると活性が上がってくる魚だとか、まあ、レンジが上がる魚っていうのが増えてくるので、とあるルアーが活躍したんです。ここからねちょっとだけ夜の部、はい、行きましょうか。まだ常夜灯出てないからな、そんなににぎわしい感じはないんですけど、まあ、夜になるとねこう水面付近とか常夜灯周りとかに魚が浮いてくると思うんで、まあ、その浮いてきた魚をグッと見るスピンがね 3g、これでちょっと釣りたい、釣れる魚いる、グッドミルスピンの 3g っていうね、まあ、今まで 5g、7g っていうところのウェイトはあったんですけれども、一番軽いね 3g っていうのが登場しました。とりあえず変化をつまもうということで、漁港の壁これを巻きました。はい、で最初はね、まあ、上から順番に巻いていくんですけれどもそれだとね反応がなかったっていうのもあったので、一回ボトムに落とします。でそっから低スピードでゆっくり同じレンジボトム付近をキープするようなイメージでゆっくりゆっくりこれね、巻いてます。ただ同じスピードで巻き続けちゃうとどんどん足元にかけてやっぱ上がってきやすいと思うんで、それがないようにたまに緩めて、でたまにはノーマル巻きぐらいにして、でまた緩めてみたいな感じで上げすぎないように、巻いてきてます。でやっぱりどうしても足元ぐらいまで来るとギュッとこうルアーの角度はね、上に上がってくるんですけれども、その上がってきてる最中襲われます。はい、うわ来た、なんやこれ、マジでっか、何これ、うわ何これ、うわマジかこれ、マジか、取らしてオッケー、でっか食うとこ見えた、マジこれやった、これはタケノコメバル、でかくねえかこれ、バス見て、てかバスやんこれ、でかっ、壁沿いでボトム落としてからゆっくり巻いてたらやば、グッドミルピンの 3g、 軽いやつだとゆっくり巻けるから誘えるんだよね、やっぱでっかこれ、もうバスやんもはや、えらいこっちゃ、マジかでっかこれ、タケノコよねこれ、40ぐらいあるよこれ、でかグッドミールスピン 3g、 やべえこれはでかい、これはでかい、よっしゃでかこれ、この壁際から出てきた、食うとこちょっと見えたし、巻き上げで、でっかこれ、タケノコやんな、これまあ食ったら美味しいんだろうけど、食ったら美味しいんだろうけどさ、今日は逃がすね、マジありがとう、なんか本当にバス釣りに来たみたい、バスのリリースシーンやんこれ、マジやばお前、うわー早い、強いよ海の魚、やべ終わっちまったやん、暗くなる前に、まあただね日中やっぱアレイサイズをルアーで釣ろうと思うと結構難しいんだけど、
夕暮れのタイミング。食ったね。よし。今ね、上で反応なかったんですよ。まあメバル狙ってたんで、表層の方がいいかなと思って、まあ、表層というか、ちょっと上目をやってたんですけど、上来なくて一回下まで落としました。下まで落として、こうね、ゆっくりゆっくりちょっと巻き上げてくる感じって言っても、一気にこうね、一定スピードでガーじゃなくて、途中でこう止めて巻き上げるスピードがこうちょっとこう平行になる感じ、斜め上に上がってきてるんだけど、それがちょっと平行になるところを作りつつ、ゆっくり足元まで徐々に徐々に上げてきたんですよ。そしたらここにタイヤがあるでしょ、分からんけど、このタイヤにはついてなかったと思うんだけど、そこらの岸壁にいたやつがドンって出てきた。恐ろしいね、海って。こんなことあるだね、バスかと思ったよ。もちろんね、漁港の中で浮いてる魚がいるとか、まあ河口部のようにちょっともう全体的に浅いよっていう水深なんかで投げる時なんかは、普通に巻いてもらったらいいと思うし、むしろ 3g がその状況では向いてるかなっていうところではあると思うんですけれども、今回のように足元に水深がある場所であっても、ちょっと深いところを刺したいなっていうタイミングもね、あったりすると思います。はい、でルアー変えるまでもないからこれでチェックしようみたいなタイミングがあると思うんですけど、そういうタイミングは、もちろんウェイトが軽いんで同じレンジを巻くにもゆっくり巻きます。ただその代わりこうやって巻きすぎない、これぐらい、たまにゆっくりにするみたいな、まあとにかくその上げすぎちゃうとすぐ上がってきちゃうから、上げすぎないように巻きスピードを自分で調整しながら、深いレンジも探っていくと、こういう出会いもありますよっていう、ところです。で、この後夜はね、まあ少し釣りしてたんですけれども、夜になるとやっぱり光のこう明暗部にメバルがこう浮いてね、餌を捕食してたりだとか、あとはねムツ、ムツっ子も、釣れましたね。はい、っていう感じで、翌日の朝も早起きして、海釣りやったんですけども、リフト&ホールで釣れたりだとか、はい、しましたし、まあ、アクションのバリエーション、使い方のバリエーションはさすがやなと、思いました。オーケー、はい、メバル足元の壁際を、まあ、リフト&ホールですね、まあ、この辺がすごくいいところで、普通に巻いてもいいし、まあ、ゆっくり巻いてもいいし、リフト&ホールさせてもいいし、でちょっと投げて竿を立てておいて、糸張った状態で沈めておけばカーブホールみたいな、テンションホールというんですけども、まあ、そういう使い方も、できるので、はい、この 3g が加わったことで、より浅いレンジ、より小規模な場所というところで、出番が増えるかなと、思いますので、ぜひこのね、まあ、今かなり多くの皆さんに使ってもらっているこのグッドミルスピンなんですけども、3g はそういった条件で、そしてそういった特徴があるので、状況に合わせて、ローテーションして使ってみてください。よっしゃよっしゃ、でかこれ、タケノコ、タケノコやな、もうバスにしか見えんわ。